こんばっちー、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今日は金徳を狙って世界旅行に行きます。右投げ左打ちのサード、フォームは社長。好きな球団は今作の新キャラワン君からアベレージヒッター狙いでソフトバンクで行きたいと思います。ということで今日も世界旅行、なかなか金徳が入らない、お願いします。はい、では行きましょう。ドン。星79。これは低いです。弾道1も辛いけども、全体的に低いですね。補給が最高値か。宝箱と回復がある。あと、選手が動けないところはありがたいかな。そうなったらば、まずはね、上の方から攻めていこうぜ。いいじゃん。輝いて赤がこの辺出てこなかったね。サンキューです。超回復。まあ、オッケーか。悪くはない。良くもないけども、悪くはないですね。で、取って、取って、取って、回って、回って、肩と。これで、最後は上のハテナとかね、行きましょう。総力。初期値が低かったけども、この辺がうまくね、カバーできてるので、オッケーかな。パワーも行きたい。サンキュー、サンキュー。ヒーリング、動かない。残念。ステ1はほぼほぼ体力満タンで、次行くと。ボナステ起きずに、これは選手会えますね。流しが欲しい。高速チャージでも、サードだからね。そこは許してあげよう。これシャッフルしないといけないので、しょうがないから。拾う。いいね。総力強化。何のカードでもありがたいね。世界旅行とヒーリングカード落とさなくなれば、ありがたいので。ノリノリ。ノリノリか。なるほど。そしたら、ね、やる気ボーナス分を狙ってこの動きですかね。ノリノリで減少はやめてくれ。それはバグだ。よし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 。最後の回復ありがたい。ということで、世界に行ってしまうのか。まだですね。まだですね。ボーナスでも起きませんね。おっと、弾道来たんだけど、まあね、繋がってないのでね、左側とは。なので、こっちから行きます。仕方がない。で、パワーを取って、やる気がダウン。やる気ボーナスなくなったのは辛いな。じゃあ、ここ取っとくか。で、これは上から回ろうか。強い。強いんだけど、歩数めっちゃ使われちゃうよ。強いよ。ナイス。ナイス。強い強い強い。強いしか言ってないぞ。強い。肩か。これどうしよっかな。やる気ボナの方行きたいんだけどな。はい。これはデスパか。パワヒか来るか。満塁。残念。輝く。まあ、ありっちゃありだが。いいね。この回復量。すごくありがたい。ということで、こんな感じで、このステージ終わりますか。最後な、守備とパワーいっても、よかったな。さあ、来ました。世界旅行。来たぞ、来たぞ。やるぞ、やるぞ。さあ、金徳入るかな。誰がいるかな。はい。実在選手か。マーティン、ビアヌエーバー。ちょっと、この AA でのワープはちょっと微妙すぎるな。とりあえず、マップの形を変えるという意味でね、マップの形というか、これいいとこ来たぞ。バレンティンさんかな。そうですね。ここで会う。来ないのか？来ないのか？奥まで行ってしまうのか？強。パワヒが入った。で、B が。まあまあまあ、ありよりのあり。ありよりのありなので、行く。選手が降ってくる。実在選手ばっかだな。嬉しいんだけども嬉しくないね。やっぱり金徳が入るね、チャレンジをしたいですね。さてと、誰が来たかな。総力。誰が来た。実在選手。シャッフルマス。ここか。なるほど。それちょっと厄介だな。で、右下。これ、ワープする先があれであれば、悪くないね。ワープしちゃうか。これでワープして、右下に一気に飛んで、選手2人ゲッツしていく。肩の回復のサンキュー。あー、逃げるか、そこ逃げるか。どうしてもね、マップの形おつらいですね。補給、走力ダウン。A と A だとここか。それだとちょっと弱いので。いやいやいや、2はつらい。エミリがやってきたね。エミリからはね、まだ金徳確認してないんですが、ソウル強化3級犠牲。7位、アレフトさん。いい位置来た、いい位置来た。3級、3級。来るか、来るか。技術指導だとダメっぽいですね。うん。まだね、アレフトさんからは金徳、まだね、未実装というか、見てないんですよね。さあ、まずは、エミリで、どうだい対左 B! 初めて入りました、エミリから得の。ってことは、金徳もワンチャンあるのかな、なくはないって感じですかね、エミリさん。これで、選手がな、こっちからだとね、ゴールがいけないんだよな。で、あって、いやー、いい、でもいい能力してるわ。すごくいい能力してる。どこ来た？右下だな。右下に来たな。おっ、来たヴァンガードさん。これちょっと金徳入るかどうかだけね、やりたいよね。生きるか死ぬか。おそらくね、もう死んでしまうんですが、入るかどうかだけ見たい。どうだお願いヴァンガード。特別な指導で。来るかアーチストー来たー。これです。これです。ただ、1、2、3、4。で、ここに来て、5。ヒーリング2回か。お願いしたい。マジでお願いしたい。しか生きる道ないよね。ここを避けてくというよりもね、うん。ここが通過できればいいので、お願いします。ヒーリング。よっしゃよっしゃ来た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 。ついに金徳動画が。金徳5。セティーヌ。これが最後の選手。野手だと合計4人入ってきます。なので、会いたいんだけどさすがに無理ですね。これがワープできるっていうのがでかいね。うまく使えたステージ。あとはパワーを爆上げ。ただできるかな体力的に。うわ、いるね。で、あるね。あるけど、いるけど、無理だな。まず合うじゃん。ギータ、広角、広角、広角。水曜。どうしよう。いや、行きたいのは山々すぎるんだけど、ちょっと待てよ。ここのパワー確実に行くのもありだし、ここにもあるし、宝箱もあるし、こっちにもあるんだよな。選手、拾う。ヒーリング。1枚しか持ってない。あ、そしてワンくんいるね。ワンチャン阿部比。ワンチャン阿部比。来るよ、来るよ。肩プラ7の、肩プラ7の、阿部なしか。阿部なしか。どうしよう。1、2、3。待て、1234567891011。いや、生きてえけどな博士、生きてえけどな。これでいって、これがすごく邪魔だね。待て、12345678910111213。これで博士がちゃんと出てきてくれないとダメなので、それはちょっと厳しすぎるわ。あ、こっちルートでもありか。ありだけど、ありだけど無理だな。来ないな。はい。やばい。それは宝箱いけないや。宝箱いけないや。ちょっと悔しい。最後のね、現象が。うん。ちょっと迷ってしまったところが反省点ではあるんですが、ついに金徳をゲットしました。やったぜー。最高の金徳ゲットしたね。ただパワーと肩が入れ替わってくれれば最高だったかと思います。それでは名前設定いってきましょう。はい、名前設定してきました。名前、星345から、ミサゴくんという名前になりました。いかがだったでしょうか？ついに収録型で金徳をゲットした。これが取れるまですごく時間かかりました。動画化できる喜び、ありがとうございます。それでは期待してオートペナント回してみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら。打率2割8分1厘。ミーと E ですごく打ってくれた方でしょうか。頑張ってくれました、ミサゴくん。ということで、261安打の三塁打は0か。ホームラン31本。パワー C でもアーティストのおかげ。広角打法のおかげでしょう。よく打ってくれました。チーム2位の109打点。これも活躍してくれた。ということで、あとはこんな感じ。今回はね、そう、盗塁が6個。総力 C の60で、6個は頑張ってくれた。そしてね、対左 B のおかげ。なんと、対左打率3割8分8厘。右には弱いのかな。2割5分3厘と。それでも、ミーと E だったらこれが普通でしょうか。圧倒的に対左キラーでした。ということで、OPS はこんな感じ。収録型によるサクサク説、初金徳はアーティストでした。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。